ここで撮ってるのはチクジラっていうクジラなんですね。チクジラっていうクジラはですね、国際捕鯨取締条約っていう、その条約の管轄外クジラだったんですよ。クジラ取っていませんよっていうふうに来た時期も、ここでは70年ぐらいですか、毎年夏にあげてますので、だからそれは捕まえることはなかったんですね。水深が1000メートルから3000メートルぐらい、だから結構深いところにいるんですよ。この房州の沖っていうのは、あっという間に海が深くなるんですね。だその結果として、比較的近いところに深みがあるので、だクジラが寄ってくるという。朝出て船を持って行って、それ通って帰ってくれるぐらいのところに、いろんなクジラがいるっていうのが実態なんです。小さい時からもうクジラ。まあ食べればやっぱりね、一番先やっぱり、箸が伸びるのがやっぱりクジラ。クジラって今販売するところも少ないし、皆さんの目に留まる機会も少ないので、少しでも全国からいろんなものを集めて手に取っていただくっていうことが身近に感じていただけるんじゃないかなと。まあ、ミンクジラ取れるようになったら非常にありがたい話ですね。やはり今までクジラを取っちゃいけないっていう議論もありますよっていうような、そういう紹介をするプレスも多かったんですけども、まあ、こうなりますと、まあ、日本としてはクジラを取り続けますよと。しかも目的はなぜ取るの、食べるために取るんだよと、その辺がはっきりしたっていうかな、そういう感覚はありますよね。